こんばんはこんばんはこ,こんばんはこんばんは 見ていって。月見て、まだ見てなかった <laughs>。みんながね、送ってくれた写真とか、なんかライブしてたのね。月の <laughs>。それを見ましたよ。 お刺のゅうでよかなんか TikTok でライブやっとって <laughs> 全然見えんかったからいやそう猛チャんメールのね送ってくれたやつ見ましたファンの皆さんが綺麗なんじゃなーっていうそう まあ、こんばんばはカメラにそうよねそうなかなかスマホで撮るとさなんかあれじゃない触ってくれるいいねなんか難しくないというか自分も多分スマホで撮ってもそんな映んないと思う。 えそうスマホだとマメマメ何これってなるよねこれどうしようかなこれでいいか <laughs> これチーカーのドサちゃんなんだよ本当はスマホだとねなんか何撮ったんやろうってなっちゃうよね なんか光ってるみたいないくらみたい,いやわかるわかるなんか点みたいなめっちゃ拡大してもめっちゃぼやけて終わるしねみんなが撮ってくれたやつとかを見てましたねあとライブだとドアップなんでライブを見ましたあナイトモードどうなんだろうえっき既月って何時まで見れるの今日だったら見れるのひひひ 自分が見てるっておも,もちゃんが見てる月が同じなろう <laughs> いやでもなんかね空同じ空見てるみたいなねこんばんは今日も可愛いいありがとう急いでメイクしたこんばんはよいしょ 屋上で撮ろうとして。蚊に刺さる <laughs>。蚊に刺されたんだね。いや、だから今、今蚊まだいる。<laughs> 書店爆発して全然,全然い,い,いいよ。いや、ほぼ、そんな、もう、めっちゃ旬でしかメイクしてないから。そんななんですけど。 今最中なの？見てないよ全然。そうだよ。同じものを見る確かにそう考えたらすごいロマンがあるよね。月がハンバーグええ。百年ぶりってある。そうね。四百年で見たときはえそんなそんな珍しいんや。 かがいるえっはまだいる <laughs> 自分のとこはあんまいないし最近噛まれてないかあでも今日いたかなどうなんだろうあれは蚊だったのか蚊に似たものだったのかわかんないさっき一応真っ暗えー、そうなんだ全く見てないっていうね自分 <laughs> めっちゃのんきにさもんちゃん食べた 織田信長さん、えー、そうな徳川家康ん、あ見たのかな年 <laughs> えー、織田信長さんってでも年前なんだそう考えたら前やけどさ結構前だけどさ400年前って400年前にはそんな有名な人たちがいたんだって思うとなんか不思議もっと前なんかと勝手に思ってます ちょっと欠けてるなーって感じあーうんうんうんん <laughs> 一回も見てないんだけど今日 <laughs> 一緒に一度だからみたい,ないやそうだよねそういうのがないんだよね自分いや見たいな <laughs> 見たいなーと思いつつああ出るのめんどくさいなーみたいな <laughs> えへ、ー、へもんじゃもんじゃって感じだった 四。坂本龍馬さんの百五十年前おお <laughs> 買い物に行かなかった多分いなかったいやーどうなんだろうなああ昇ってる頃には見えるのかそうだよ月島もんじゃの月だから <laughs> み便来たらいいな自分も来んと思うけどフフフフ今月の十五日がえー、その誕生日だよ。 じゃ食べようとしてお店閉店してて食べれんかった <laughs> いやほんと手作りの美味しいよベビ,ビースター入ってない入ってない入ってない <laughs> 歴史の文化ねなってるいつの間にこんばんは。 別そう細かく切ったのはいつもあんな細かくないんだけどなんか細かく切るみたいな機械じゃないけどなんかあの300円で売ってるやつでドゥドゥドゥってやったら歯が回ってこう刻むみたいな機械機械そういう道具 <laughs> みたいなものをあフードプロセッサーみたいなやつを100均の。 の300円で売っとるやつを買ってみたらすごい細かくねいい感じに切れた自分は結構そういうの細かいのが好きだから美味しかったですなんかミキサーでも手で引っ張るのこうやってなんかえそう自分はあれはね明太子も入っとったんあの写真はもう液体に混ぜてるから明太子 お餅ね、入れようかなって思ったけど個人的にはあんまお餅とチーズとか入れないんですよ。チーズはたまに入れるけどあ、んちゃ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 ち餅はたまに入れるけどチーズはね入れないんですで。自分は結構シンプルが好きやけいつもは明太子だけやし今日はちょっと気分的にエビを入れてみた。 あんまりね具材をたくさん入れたくないタイプの人なのでそう家で作るとさそうやって、あのー、合わせれるじゃん自分の好みにそうチーズあんまり食べてる印象えー、でもねあれは好きポテトにチーズをかけてなんか食べとるな好き <laughs> あんまりごちゃごちゃしたのっていうよりは多分ねシンプルが好きなの多分うどんとかもかけうどんとかラーメンも塩ラーメンとかなんかそのあっさりした感じの粉チーズ好きだよピザポテトじゃないえっとねカナダのポテトの作り方なんだけど前ね英語部で ALT の先生がねいたから英語部なんだけど外国の 外国のあのなんだっけえっと料理を料理を作ってみようみたいな。でカナダのポテトとなんかど,どこか忘れちゃったどこか忘れたのなんか餃子になんか包む。 なんだっけな、めっちゃ忘れちゃったんだけどそういうの作ったのねそうそうそうでそのポテトがすごい好きになってそこからめっちゃ作っとるんだけどポテト入れてでそうあの ソースデミグラスソースにバター入れてコンソメ入れて混ぜてそのソースと作ったチーズ入れたらめっちゃ美味しい何秘密のやつ見たな何何何見たの怖い怖い <laughs> そう学校の調理実習 エブの調理実習ですごくずっと作ってるすぐ作れるしおいしい系ね味濃いのあんま好きじゃないけどもそれはほんまに好きでそう自分すごいなんかさ結構若い子とかって濃い濃いラーメンとか濃いものを結構好むと思うんだけど自分は結構薄いから。 よくなんか好きなもの健康だよねって言われる,われる公式のやつの秘密やつないさないさコンソメねめっちゃおいしいよねいろんなコンソメスープめっちゃおいしいよねあファンクラブのやつねなるほど 高校ってかその高校生とかってさ濃いラーメンとか食べとるやんいっぱい。単調はそうですねレモンか塩 <laughs>。好きなよアラジンあそうそうアラジン。あれか書いた書いたそう書いたよ私それ白だしいいね私だしも大好きなんだよね。 何ラーメンが好きえ塩ラーメンえー、私は多分豚骨はそんな食べたことないかもそもそもラーメンをねそんなに食べないんですよ頻繁には本当になんかラーメン屋行くこともそんなにないし食べるとしても塩ラーメンたまに食べたくなるんだけど 頻繁に食べるって感じではない私うどんばっか食べちゃうからさでもさラーメンとうどんどっちが好きって言ったら大体ラーメンって言うじゃないですかみんな <laughs> 私はもう迷わずうだんって言うんですけどラーメンもいずれハマりそうだけど高知って何ラーメンえ何ラーメンなんだろう 島ラーメンもなんかねもらったんですよ前お仕事の時に美味しかったですそれ京都とかのおかに近いかえー、どうなんだろうなんかお母さんっていうか親が普通に薄いから私はめっちゃ嬉しいよ私はもう本当にそれが大好きなんだけど多分みんなからしたら 濃い人が濃いのが好きな人からしたら薄って思うかもしれないんだけど自分にはぴったりでそれがずっとお家の味だからそれが好きなんかな麺は結構太麺が好きです個人的にいやでも細麺も美味しかった食べたけど。 太麺のもっ,ちり感もっちりの弾力があるのが好きで結構梨村 <laughs> のポン酢おいしいよね鍋焼きラーメンあるねあんま食べたことないよ鍋焼きラーメンはまだ健康的なおうちうん,なんかでも別に健康を意識してやっとるってよりはただそれが好きみたいなみんな姉ちゃんとかどうなんだろう意外とこういうのも好きそうだね そうねラーメンよりうどんの方が食べる洋食,洋食うんでもサンマルクとかにある味ってさあれなんていうの <laughs> あれは なんていうイ,イタリアンイタリアンでもないのかな何なんだろうあれはなんかああいう系も好きなんだけどあれってななん日本なのかな分かんないなんか普通に日本の洋食なのかな全然 <laughs> 分からんけど両方好きなんだと思うけどねフレンチか フレンチなんかなえなんかチキンみたいなよく食べるんですよ3 0クの <laughs> それが結構なんか洋食だからあれは何なんだろうと思ってでも前はねめっちゃ和食って感じでなんか洋食結構あんま食べれなかったんだけど最近はめっちゃ洋食も食べれるようになってなんか最近の成長で言えば まだめっちゃは食べれんかもしれんけどバジルとかもちょっとずつ食べれるようになってきて味覚がねだんだんもっと大人になってきてるんなんかそうパスタとかなんだろうなぁ そうあんま好きじゃなかったんでねでも好きになったあバジルのねパスタまではねまだ食べてないですもうちょこんと食べただけだけどほんと味しいなって思ったからもうちょっと経ったらもっと好きになるんだろうなって感じ和食が食べれないもんあそうねほんとなんかあの味覚だけはめちゃくちゃ大人って <laughs> 言われますもうほんと大人 野菜はね私緑のものなら結構食べれるよでもナスとキノコが苦手やから茶シ大好きもうほんとにもう絶対お寿司屋さんいた茶シ食べる味覚の変化そう最近感じるめちゃくちゃわさび入りの お寿司はなんかもうちょこんとしかお刺身とかおすえそれは <laughs> 食べちゃうよねこうちゃんトマト好き私あと高知の野菜は結構好きですねニラとなすそっかなすもちょっと有名だなな <laughs> すちょっとねでもねもうちょっとで食べれそうな感じがするんだよねなんかなすって私多分食わず嫌いしてんの なんか全く食べれんものとかではなくてなんか食べてあーうんまあ食べれるみたいな感じだけ多分もうちょっとで食べれるんだよね。なんかさ全く食べれない拒否るものってあるじゃん私的には結構キノコがだいぶもうあ一生好きにならないかもしれないっていうねちょっとあるんですけど分かんないそれも変わるかもんだけど。<laughs> そうニラとか、生姜とか。そうですね。コーチの結構、あれが好きだなぁ。ピーマンとかマ好き。麻婆豆腐食べそうそう、味がね、なんかその、結構ついてるやつとか食べやすいね。そう、なんか嫌いなものをね、だんだん食べれるようになるかもしれないいゆず卵が基本いいね。えなきゃいけるよ。 しいたけとしめじがちょっとあんま得意じゃないです味がね結構濃いのが <laughs> そうこの前高いお菓子僕お菓子じゃないお寿司ねそう最近ね最近行ったお寿司屋さんがねなんかね半分にカットしてくれるんですよ <laughs> 回転寿司なんだけど そうなんか「回転寿,す寿司すし丸」なんて読むのあれは <laughs> 分かってないなんかえそうお寿司をカットしてくれんのシャリーっていうかそのお寿司一貫があるじゃんそれをもうピッてもう。 だから2個にポッて分かれててまあそのちっちゃいお寿司が4つになるみたいなここうそうそう1つのお皿に半分にやって4つのってるみたいになっててで私口がそう唇とかがめっちゃちっちゃいとかじゃないんだけど口の中がめちゃくちゃちっちゃくて <laughs> そうこの間のイモースの時に本当にあに口をね 大きく食べて口中に入れるのがすごく辛くて <laughs> そういいことなんよそのネタが大きくてご飯も多くてそのいっぱいね一皿の分のお寿司の量が多いのはめっちゃいいことなんだけど私の口の中ではちょっと耐えれなくて本当にあのずっともぐもぐしないと飲み込めなくてそう。 なんかこの間行ったお寿司屋さんがカットしてくれるお寿司屋さんなんかねタッチパネルでカットするみたいな多分子ども用なんだろうね <laughs> 子ども用のやつなのかもしれんけどそれ押したらほんまに食べやすかったな <laughs> そうだからそう多分私も口が私が多分異常なんよそう 2巻ぐらいえこうやって2缶食べるってこと小さくてみたいなそう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 いやほんとねお寿司はだからね結構ねあのー、ね撮影の時ってさなんか1缶丸ごと食べなきゃいけないなって思うじゃん私普段はもう無理だから結構かじるんですよあれ っっててかじって飲み込んでからもう一個食べるんで,すよでもでも撮影の時ってやっぱなんか全部一気に1個丸ごと口の中に入れなきゃいけないんだよねってなった時に本当に大変でめっちゃ焦ってた本当に焦ってた <laughs> あほんまに「いや,やばいやばいめっちゃ口の中いっぱい喋れないどうしよう」みたいな状況に陥ってました。 大変でしただからなんか次お,なんかお寿司のなんかあったらあのカット <laughs> カットがいいないやほんとにねえそう一貫丸ごと食べるのが当たり前だと思うんだけどほんとに口がね無理なのっていうかもともとんか、あのー、口いっぱいに入れるのがあんま得意じゃないというか。 あ、そう軍艦とかねなんかのりが結構しっかりしてるもんね。あそう早食いはね難しかったもう、そもそもそんなお寿司めっちゃ食べれるタイプじゃないからあれなんだけど <laughs> 遅くても言うて変わらんかったと思うけど。 こちらの寿司。えはまきえはまきもね細いやつが好きです。ピノはでもあれうんあれぐらいあれ以上大きくなったらやばいかも。最初は食べれる。外はちょっとうんあでもそうあやこじがあんな食べれるんやって思った。 多かったね6皿と美味しいお食いそうななんよね <laughs> なんかねかでも今まで多分最高は今までのもう生きてきた中で多分10皿ぐらいなんかなもうそれは多分サイドとかも含められた10皿だったのかもしれないけど昔なんかもう「あの日は6皿で限界だった私 <laughs> <もう笑>やばいお腹張った」<laughs> と思って <laughs>。 もうあ無理だこれ頑張っても7皿8皿しかいかんと思った汗汗ってなっ,ったしかも一口がもうほんまに大変だったからあーもう無理だってなっ,った猫 <laughs> ちゃんもすごかったねみんなすごかったねなんかそう自分はさなんか一気にバーって食べられなくてどっちかっていうと なんか食べてまた1時間後に食べ出すみたいなそんな感じなんか食べてまた一時間あけて食べてみたいにしちゃうからもう大食いとかは本当に苦手全然食べれなくてなく全然食べてないじゃんってなる方になっちゃうから <laughs> やばいやばいっていうえそうもか的にはそうね めちゃくちゃ食べ気持ちあれ食べたなと思って皿見たら6皿とか,なんかあれみたいなこんな食べてなかったっけ <laughs> でもねお寿司屋さんでねあんまり食べれないイコールいいことがあるんですよあのねちょっとだけねお高いなんかあるじゃん回転寿司屋さん 100円とかじゃではなくて200円くらいのさ200円とか200ちょっとぐらいのさだからまあ高いところも高いお皿もあると思うけどでも6皿ぐらいしか食べれんからそうそういうお寿司屋さんに行っても会計が安いんです <laughs> めっちゃいいことやろ そうめっちゃいいことじゃんだってさ満足して食べてあお腹いっぱいってだってそんな高くないっていうさそれだけはいいんですよあそうなんか牛タンとかならもうちょっと食べれるかえそうコスパ最強なんですよだからそう多分みんなが100円のお寿司を 皿皿とか20皿ぐらい食べるみんなもっと食べる <laughs> みんながどれぐらい食べるかわかんないけど20皿じゃあみんなが食べたとして私は200何円くらいのお寿司を食べても言うてん値段変わんない <laughs> っていういい,こいいことなんですよ。 2時あそうなんやみんなうんでも私さちょっとさいいよ回転寿司屋さんさ行ってもさ600円とかさ やつさ大トロとか絶対頼めなももだ,、ね、だけ <laughs> あと何皿食べてもいいかなと考えなくていいのにいやでも値段は考えるよすしざんま行ったことないんだよねどれぐらいなんだろう値段高いイメージがある30超えるぐらいがまえー、30で我慢ってすごいね あ前前27すごいね <laughs> ごちそうさてあたい <laughs> そうだよねい, <laughs> いやだからこそあの妹さんのやつでめっちゃ画像でなんか「金」みたいな字で書かれてたけど <laughs> あの <laughs> あの <laughs> 誰かの誰かのちょっとねお金で食べるご飯は一番おいしいって書いてたのはそ,のそれを気にしなくていいっていうのが一番 <laughs> 嬉しいっていう <laughs> え大トロ1回4000円やば,やば 虎はものすごく考えて頼むいや分かる分かるくれで食べてっていな <laughs> 言ってくれんのあゆのお寿司,えお寿司ってでもさあゆってさほんまにもう釣れたてとかじゃないとさ 刺身とかでしか食べれんのんじゃない。六百円、六そうと。え、ほんまに。え。それだけで三千六百円だよ <laughs>。いいの。やった。<laughs> よく知ってる。動画見たからね。気になって。 気まぐれコックさんがやっとった気がするそうそれで見たんよ勝手さんぐらいできねえの六6636で <laughs> できねえやの3600円ぐらいはさすがに <laughs> <laughs> 姉ちゃんとお母さんが600円のお皿合わせて10皿とか普通に食べるから <laughs> いつもお金は <laughs> 私ゃないそりゃ泣くでしょう <laughs> ああいう洋食じゃないと刺身みたいなあそうなんだそうなんだ生きてるのはさ僕以外のお寿ゃ食べないあそうよねもう本当なんか釣れたてみたいなやつじゃないと食べれないよねフフ <laughs> もちゃんとおよ円ですよ <laughs> でもあれをってそっからあれをあれをあれは食べるスイーツとかじゃここ寒いかけなんかあ,んのあれを持ってこよう 足に敷いとここれめっちゃ寒くなったね本当に。うん。びっくりよこんな寒さそいついくらでも頼んでいいの <laughs> ねめっちゃ寒いんだけどと思ってそうあコートねお昼に押しといて,て夜にジョジョ園行く全部 <laughs> めっちゃ豪華な一日にジョジョ園とか行ったことないよ 回転寿司で温かいお茶あなんかさ普通にお湯と粉で食べる飲むやつな <laughs> みたいなの唐澤市場行くと5,000円ぐらい使うちゃうからね唐澤市場行きたいんよやばくてでも遠い結構九州寄りじゃないですかだからねそうなかなか。 してオーベルジーヌのネタあった私甘口で辛かったよ <laughs> そうそでも全然食べれるぐらいだったんだけどねもーちゃんに美味しいごはんスイーツの写真を送るえ確かにいっぱい来てる気がするでもそういうなんか特別な場所に行ったら自分結構そんななんかねケチンないんだよねあもう思い存分なんかいつ来れるかわからん もいいっぱい食べようって思うタイプかもしれない寒くなってきたからタンプルー暖かくなるものかげで <laughs> ありがとうから市場行きたいお魚のなんて読むんだよこれ <laughs> 終わる前の時間に行くとえーそうなんだ 使ううはそうですねなんか優先順位があってなんか自分はなんかえっとスキンケアと化粧道具のなんかあの土台のところ肌とかのそういうの、まあ、アイシャドウとかはそんな全部デパコスにしようとか全く思ってないんだけど肌とかはちゃんと。 金使ったりそういうお祭りに行ったりとかそういう観光に行ったりすると結構そういう時に使っちゃう人かもしれない服とかはね欲しいなって思うやつだけガって買ってあとはあとはというかなんか 使い回しできそうだなみたいなやつとかおなのったごめん <laughs> なんか、あのー、安いとこで買ったりするグレールで買ったりするあ旅行するとついつい使えるねわかるなんかさその他のとこに行くさみんなにお土産うまく渡したああ今日ね渡したんですよで私の 渡したんだけど本当緊張しすぎてなんか普通にみんなとしゃべれるのになんかあ,あいりまいりませんかみたいな, <laughs> なんかもう本んなんかそっていくタイプの感じになってしまいましてなんかで「友達がいるんですよ仲いい」で友達に「めっちゃ緊張しとったね」って <laughs> そういや敬語っていうか「あのいら,いらない?」みたいな。<laughs> なんかあのこれお土産いらないみたいな <laughs> 本当になんかあのめちゃくちゃねそうコミショになってまして本当に昔以上にいやでもみんな受け取ってくれましたなんかすごいあのさつまいもの方のタルトがめっちゃ人気であ両方これにしとったよかったかなとは思ったんだけど クッキー1枚ね余っとったっけ食べたけどクッキーも美味しかったからもういくかと思ってもしかしたらさつまいも苦手な人もおったかもしれんしと思ったら定番の方も結構やっぱ食べ物系はみんな「欲しい!」って言ってくれます。 遠くから見守りになかった東京タワークッキーだよクッキーとなんかさつまいものミニタルトみたいなやつそう喜んでもらいましたフ <laughs> よかったそう <laughs> 今日は大変だったちょっとねいや今日やばかった眠い本当にそう今日科学の時間にですねほんともうかずっと東京いたので本当に1週間半ぶりレベルの学校だったんですよで本当にもう明日からも正直行けなくてうん いけない日々がずっと続くんですけどほんと今日は行けたのねそう結構この東京に行くこととかが多いのでそう段っていうとしたっけもうか あそうそうそうそれで科学の時間に <laughs> 科学の時間に <laughs> もうめっちゃちゃんと頑張ろうと思ってもうめっちゃちゃんとあーもうノートも開いとったし黒板も見てで問題を解きましょうって時にもうで結構先生はとっても優しくてなんかみんなに教えに周りに来てくれるんですよ。 で私結構科学好きだからいつも結構もうガチでやってるんですけど一瞬気絶したようにってなって先生に <laughs>「<laughs> 大丈夫? <laughs>」って聞かれて「あごめんなさい」って。本当にもう寝たことにもう一瞬ね本当それもマジで一瞬だったの。 もう10秒ぐらいってって飽きたの, <laughs> そのいや。先生もさもうがさわざと寝るとかは思ってないと思うのでそんないつもさなんかその <laughs> いつもねこう,こうやってなってわざと寝てるみたいな感じではなくてその心配されるぐらいなんかもうスッとなんかもう。 寝てるって感じじゃなくてもうその空間に今いないみたいな感じになってて一瞬 <laughs> その後とも,もう一瞬ちゃんと頑張りましたんう <laughs> う,うんなんか逆に心配されたっていうね一瞬 <laughs> いや寝やすかったとかじゃない全然だって先生は結構周りに来てくれるからいい意味でねそういい意味でいい意味でさそのなんだっけあそう周りに来てくれるから自分も絶対絶対こうやって頑張るはずなのにっていうか基本マジで頑張ってるよ <笑><笑>たまにあるよね仕事が遅い時とかの次に学校行ったとしたらもうほんまに耐えれんなりそうな時は結構あるんですけどもう頑張ってっやっぱ仕事ってさその体力の問題もあるんだけどあの緊張の方の疲れがあるからそれで結構ね体にゾーンってくる時はあるかもしれない。 <laughs> まぶたに明確いやちょってそうやってみたいんだね。ど <laughs> こに沈んでる <laughs> 相当疲れてないと寝きんよ。<laughs> そう。え今日は A 票で当たってなんだったっけな。うんと E 票で当たってなんか。 その似たような文法を探して関係代名詞みたいなやつなんですけど今なんか似たやつを探してそうあれってなってなんかあこれかなと思って言ったら当たってたよでも解説を言わなきゃいけないからああってなってなんかこのかい関係代名詞でーみたいな感じで <laughs> 僕あの授業全くあの1週間行けてなかったので全くわからない状況だったんだけど。 英語ねこれ A 表の話であのー、解説を聞かれた時になんか視覚なのか目的格なのかどっちかわからんくてあそう今日「ウィッチ」って言ったら当たったんですよなんか似たような文章があったからこれかなと思って言ってみてで <laughs> もうなんか視覚なのかもう目的のどっちだよって思って <laughs>。 そこ,こで迷ってました。ああ、わかんない。ああ、もうはっきり言ったもん。もう資格なのか目的確なのかわかんないですって <laughs>。前はなんかもう黙り込むみたいな人だったんだけど <laughs>。そうなんか。なんとなくのさニュアンスでさ。答えは合ってても。いやウィッチはどっちかわからなあ。違う違う。なんか答えは分かったの。なんとなく文法を見てでそのウィッチが。 っていう答えは合ってるんだけどそれが解説をするときに主覚なのか目的覚なのかっていうのがあってなんかさ答えまで分かっても内容を説明するのはさ難しくない <laughs> 相当重量聞いてないと分かんないじゃん自分は全くね出れてなかったのではてなだったんだけどそうでなんか ウィッチはね目的核と収格両方に入ってたんだよねだからどっちか分かんなかったのあにゃーってなって <laughs> どっちかにゃーってなったんですけどそうこんばんは 私のおもちゃゃわかかんないですって言ってたら,可愛いから大丈夫って言っちゃう <laughs> えみんなみんなちょっと私の先生にならない <laughs> そうえー、でもなんかさ昔はさなんか自分がさ自分勉強めっちゃ厳しかったから自分にはでもさ今はさただそれがちょっと言えただけで自分ってめっちゃめっちゃ天才なんじゃないみたいな感じで考えられるようになりました いいいいことなのか悪いことなのかわ <laughs> かんないですけどなんか <laughs> なんか最近ポジティブな,なんかちょっと前からポジティブなんだよね <laughs> <laughs> まあいっかーみたいなでも今一番恐れているものは本当に今月ねありがたいことに東京に行く機会が多いんですありがたいよめっちゃ嬉しいけど めちゃくちゃ嬉しいんだけどそうあのー、テストがあるんですよ来月にだからもうほんまにやばくて「あにゃー」って感じちょっと諦めかけてるもん学校行けなさすぎてさ「やばいそのテスト全くわからん」と思っていやそういやわからんと思ってうん <laughs> だテストしたばっかだ、ね、卒業テストがあるよほんまにやばいんだけどいいえでも多分無理だと思う,もうテスト範囲もわからんしさ先生がさ「ここ重要だよ」みたいなやつも全く危険わけででも友達もに全部範囲とかもなんかノートとかも全然書けてないからそう11月になって初めて今日行ったんですよ学校。 で、そう、汗汗 <laughs> もうみんなにノートとか頼まんとそうやばいほんまにいや多、多分無理だと思うもんでもせめてでもなんかねえ頑張らないと思っていう <laughs> でも仕事もさなんかもう何て言ったり適当になんて絶対やっちゃダメだからってなると。 そうそうそう,なんうちの大学校結構やっぱなんかワークっていうとかみたいな感じじゃなくてねなんかプリントなんだよねだからやっぱ授業時でその写してないと結構やばいっていうもののテストがかなんか多いイメージが勝手にあって。 とかならんうんうんなんとかなるってなったらまあ追試かなな <laughs> んとかならんかったらそのテストが <laughs> いやでもここまで学校に行けて,てないなんか難しいと思うできる範囲頑張らないねうねじてとは言われてない <laughs> そんな今の時点でさ言われたらもうか泣くよ <laughs> いや怪盗先生いつもね「友達に写してもらってね」って毎回言われるんじゃけどいやもうそんな毎回毎回聞いたら友達も面倒くさいってと思いながらねだからなかなかね友達に写しても写させてもらったりとかなんかうんそうなのよね決まなんか申し訳なくない何人もになんか。 もうここも取らせてほしいここも取らせてほしいってウカの場合一日休んだレベルじゃないので本当に量が多いんですね写させてもらわなきゃいけないそう考えると本当に気まずくて今までねそれがいっぱいあって全然テスト勉強何のやり方も分かってないってことがいっぱいあったんだけどあちゃあちゃ <laughs> お見張りだなとか <laughs> <laughs> ね、ちょっとずつ頼もうと思います <laughs> そう一気にバッてちょっとずつちょっとずつ撮らせてほしいっていうかなーってあのあとパシャっていいよ iPad でそ,のそれを貸してもらうのが結構。 何個もってなると全教科ってなると結構大変やと思うからちょっとずつねってああそう毎回ね「うさせて」って言ったらそう難しいほんとんか多分「全部うさせてくれ」って言えるのはね多分ねむこちゃんとかそのレベルのもう 何年間もお友達ですーってレベルぐらいのお友達じゃないとなかなかね <laughs> 言えないなね。もこちゃんは言えるかなねえこれと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 これ貸してよーっていう。前から結構ねあお、のー、友達にも甘やかしてもらってる人なんでなんなら今もめちゃくちゃ甘やかしてもらってるのでもんかは。ありがたいことに。 ねむこちゃん最強、うん、めっちゃ優しいからね。高尾さんがもし同級生、ね。え、別に、今、今の状態で全然言えるよ。ね、これかしてって言えるよ。 そうねノートめっちゃさ上手にまとめてる子いるよね自分さめっちゃさ一生懸命書いてもノート下手なんよなんかバランスが悪いっていうかそのバランス感覚がないのか知らんけどなんて言ったらいい例えばさサインとかを可愛くするときにこういろいろなんか付け足すときにさ可愛い絵とか なんかよく思うのはリネタンとかめっちゃ上手だなって思いながら見てるんだけど自分がいくらそれをそういう風にし,やしたいって思っても超下手なななんか小学生が書いいたたみたいに自分はなるのねだからなんかノートとかもそんな頑張ったって下手くそでだからいつもさ昔っていうか中学校の時結構ちゃんとノートにまとめたりめっちゃ要点書いたりなんかもう先生が言ってないことまで結構メモするような人だったから。 「撮らせて」とか「なんか宿題見せて」とか言われてたんですけどもう字が下手すぎて「あいいよでも字汚いよ」っていつも言っとった <laughs>「字汚い」というかなんかそんな綺麗じゃないよみたいなそう,そう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 ノート色いっぱい使ってたああどうなんだろうあの結構なんか ええー、色っていうか、書けじゃくる人かもしれない。結構、メモすると思い出せるから。通知表は良かったってしまして。桃カもね、通知表は良かったよ <laughs>。通知表は良かったよ。実力テスト低かったっけど。うん。時間が来てるね。モう。もかちゃんは。桃カちゃんだって、あのー、 通知表だけの成績良かったから推薦でテスト受けテストは受けたけどなんかもう結構面接が主にでいけたもん。<laughs> 高校、うん。通知表のみ良かったんだよ。のみね。<laughs> そう 意外とまあまあいい生徒だから、まあまあ、めっちゃいいめっちゃ優等生ってわけじゃないけどまあ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 ぐらいのお利口さんでした <laughs> めちゃくちゃめっちゃ真面目ってわけじゃないけどね <laughs> 多分 <laughs> <laughs> えー、読んでいくよ13位の高ウさんありがとう12位のひでくんさんありがとうえー、11位のきびだんごひこにいさんありがとう ちのたるむさんありがとう。ちのこうすけさんありがとう。はちのふみやとまくふふさんありがとう。七位のでんまかんとくさんありがとう。六位のドラガンさんありがとう。五位のふくちゃんありがとう。四位のゼータンさんありがとう。三位のエイトさんありがとう。二のマっアノンのんびさんありがとう。先生になったあんまやかんない <laughs> ぜひぜひ。ちのめちゃ寝てる。めちゃ寝てるじゃん。 てんなマークしてんじゃん <laughs> 可愛いんだけどありがとうそうだ明日ごめん遅くなりましたタワーのお礼明日ちゃんとメイクとかするのであの明日お礼させてくださいごめんねタワーのお礼とかできてなかった分こないだの3周年の時のあとあのこないだあと T シャツのやつも T シャツのイベントの時のやつもやる